せめてまたがりたいな。うん、試乗車あるんじゃないかな。どうかな、この辺にあるはずなんだけど。だよね、見えないんだよな、うん、あ、そこ入っていくのかな。どこ、あの斜めに、斜めに、うん、あそうだね、多分、うん、そうだ、あれだ、うん、そうだよな。じゃないけど、だって曲がるとこないもんね、うん、あーなるほど、これをじゃあ入る。で、これ入れ。あ、で、これ入るのかな、うん、まあ、帰ってくるのが楽だから、うん、あ、本当だ、あった、ごめん、うん、どれ、あ、これだ、うん、目立たねえよ、黒で。わかんないね、これどこ止めりゃいいんだろうな。お客様駐輪場は奥かな。これは車だもんな。ここかな。ここでいいのかな。お客様に左、あ、そこらへん。これ、うん、お客様会社はお断りあ、そうだ、この間乗ってたある。あー、これだ、ほんとだ、ナンバーもこれだよ。あ、そっちがレンタルか。うん、GB あるよ。だからこうなっちゃうともう全然 GB じゃないんだよな。いや、本当だ、楽に、うん、楽に乗ろうと思ったら GB だ。はい、ですね、梅林から今帰ってきまして、ある場所に今師匠と寄っております。で、どこかと言いますと、こちら、はい、ですね、今まずちょっとウィンカーコンサルが聞こえますかね。はい、今これ市場ですね。市場が市場をするということで。はい、が選んでるのね今。はい。MCX。はい。三つデフォルトで入ってるから、メインとスタンダード、はい、スポーツ、はい。とりあえず。スタンダードで走ってもらって、うん、じゃあ、 あのパワーとかエベルとかトロカンがこう一応中間の値になってるので、はいはい、あの運転しにくいってことはないですけど、ね、うん、じゃあ、 まあこれで標準で乗ってみれば。そうですね、はい、でじゃあ、ね、ちょっと軽くアクセルひねってもらうともう前出るんで。はいよ、はいはいはい、はいはい、ここまで来てますんで、ね、ゆっくりもう待っててください。はい、はい、時間は気にしないでください。はい、おー、結構グンって出るね。うん、右に出る。で、右に行きます。はい、さあ、MCX の試乗です。怖いよー。クラッチがないから、わー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 、トルクある、トルクある、十分トルクある。あ、そう、あ、エンブレすごいわ。あ、そう、これだ。おー、みんなが嫌がるエンブレは。あ、そんな戻っちゃうんだね、エンブレがね。あとはこういうところの足つきですね。いい足つき、ちょっとやっぱり左下がりの時怖いでしょ。いい、怖いね。うん、ああね、リアを
滑らさないと、うん、ドンって出る。ファンクラじゃないから。ああそうか、 100% もう噛んでる、伝わっちゃうからね、うん、ああちょっと慣れが必要ですね、出足とかね、うん、大きさは全然いい。あそう、うん、うん、何気のジュビコなんだったじゃん俺。うん、いやさっきね私もねまたがったんですけど、とにかく軽いんですよこいつが。いや数値の重さは全然感じない。うん、もうね、あの引き起こした感じはセローと一緒だね。だよね、うん、セローだよね。もうあー最初ねガンタ来ちゃダメ。あーうわーあ違うの。ゼローで投げてるから並んでんだ。うわドルクすごい。あのドルクの線の通りだね。これは慣れが、うん、そうですね、あのねスクーターと違う。あーまあそうでしょうね。スクーターは滑りながら行くんだけど、うんうんうん、これは噛んじゃってるから。そうだよね、それはそうだよね。スクーターと違うちゃんとギアはついてんだもんね。うんそうそうそう、うん、このブーツはね乗りづらい。えこれギアついてんですよね、 DCT ってついてないの。ギアだよ。ギアだよね、独特だから。ノークラ俺たちのイメージだ。そうだよね、うん、CVT ではないもんね。 CVT じゃないで、トルコンでもない。おだから俺たちのイメージの昔のノークラ。ノークラだよね、うん、分かっちゃうよ。はい、うー空回しができない。空回しができない。どうなんだろうな DCT。 いやこれだと DCT しか買わないよ。ああもう DCT しか選択肢はないわけね。うん、いやいや慣れだよ。うんそうですね、うん、やっぱちょっとハンドルが遠そうですね見た感じ、うん、これだとあれじゃないアドベンチャーじゃない。うんやっぱ上げてちょっと手前にこういう、うん、だからかましてスペーサーかませばちょうどいいぐらいだね。そう毎度おなじみウインカーとホーンが逆、うん、逆ですかやっぱり。なんでこういうことしてくれるかね。でホーンの位置に、うん、パドルシフトがあなるほどね。俺もこれなんか下になんかついて、あ、これホーンか。そうだよね。とにかく軽い。軽いだろうね。あの引き起こした感じだと思う。ほい。あ、もう慣れてきたよ。だそういうこと。慣れよ。うんうんうん。太い今のホンダ車。あそう結構変えたじゃないマフラーの、うん、そうだね、うん、今本当にあと1台だって埼玉。埼玉1台か。あとあのあっちだって旭区横浜ここ曲がんのかな。ここじゃねえな、もうちょい太い見ちゃったと思ったのに曲がりねえじゃん。いや、赤だったら悩むけど、黒だったら悩まないでいいなと思って。うんうんうん。あとね、シートの幅が広い。広い。うん。それは、あんまりよろしくない感じなの？いやいや、だから痛くならさない。あ、楽だっていう意味で、ね。楽だっていう意味。うん、特に今、ほら、セローじゃん。うん、曲がるとこが全然わからない。今のとこではなかったのかな。だからなんかセブンかトンデンかなんか。トンデンあるよ。トンデンじゃないな。あのあれだったかな。あちょっとシールドがいくらなんでも。ち
ちゃいね。うん、ちっちゃいかな。うん、まあシールドは多分プーチが出てるでしょう。うん、あ、ね、出てない。出てないの、プーチ。21年式は。ああ、そうか。うん、ああ、もう7班ですよ。7班ですか。7班です。あ、やっぱり後ろ姿もいいね。決まってるよ。決まってる。決まってる。決まってる。うん、うん、あの CB 乗ってた時思い出すな。うん、あとね、あれボルドール乗ってるみたい、このカウリングが。ああ、ああ、なるほどなるほど。うん、あー、分かった分かった。うんうんうん、あ、いい音してるじゃない。あー、シールドダメ、これ使えない。ここでこんなんじゃない。あ、やっぱり、あ、いい、これ渡っちゃいます。あ、渡っちゃうんだこれ。うん、おー、で、この並行したあのドーマークの、はいはい、はいはいはい、煽れないんだね。そうか、煽れないのか。煽れるよ、ニュートラル入れれば。いいです、いいです。でも今ちょっと余計なことしない。余計なことしなくていいです。これ今日これからツーリングだったらもうすぐ慣れていくけど。これね、うん、あっちの靴だったらもっと足つく。あ、そう。うん、なんないのよ、うんうん、つま先立ちに。まあ、あとはリンクサスなんか安いからね。リンクサス、リンクサスはあれ社外じゃダメなのかな。なんだけど、レートが見つからなかったんで、まあ、何もゆっくりと。うん、まあね。うん。で、これもシールドも社外がいいんだよ。うん。だって、純正3万だもん。だけ。プーチ1万1000じゃん。ダメ。うん。プーチがなきゃ、あと、どっかありますよ、でも。うん、あるある。うん、どういう胸しか、腹しか無理、胸で当たる。びっくりしたな、在庫しかないだって。あ、やっぱりさすがホンダ車、ウインカーがポジションランプなんだね。そう、そうだ、両方、両方ね。うん、いくよ。あ、これがね、ガッツ開けすぎ。足を動かしちゃう。足は動かすわ、クラッチ探すわ。これはしょうがないよね。それはしょうがないよ。しばらく。あ、でも、いいよ、ポジションね。うん、以前に上げるけど、うん、いいと思いますよ。見た感じはすごくいいよ。これさ、本当に DCT になれたら、俺多分素晴らしいと思うんだけど、うん、あ、これ左かな。うんうんうん、あの地図で行くと、あ、セブンがあった。あ、大体合ってるわ。うん、分かった分かった。まあ焦らず行ってきてくださいって言ってた、ね。うん、言ってたね。うん。浦和になかった、こっち来なかったら。そうだね。あ、これじゃないわ。これじゃないの。これだこれだ。こっち来なかったら、うん、あ、ないんだと終わってるわ。あ、こっちか。あ、いいよね。あ、これだね。音は気に入った、ノーマルで十分。うんうんうん、ほら、これからさ、うん、ズーンくんのよ。これは慣れが。はい、試乗終わりです。あ、どうもどうも。いや、慣れるのが必要だね、最初で。あのほら、ハンクラがないじゃないっていうのをずっとリアブレーキで操作してた、怖いから。
はい、ですね、なんかちょっとまさかまさかの展開になってきてるような感じですよ。これ NCXDCT 試乗車乗ってきましたけども、私じゃないですけど、これちょっとどうよって感じ。はい、というわけで、ホンダドリーム美女技店戸田美女技店っていうのかな。はい、 OK、 どうもしたね、買ってしまいましたね。おまけに予算10万を出してますね。ちょっと寄ってくって来たんだよね、ここ。そう。ちょっと寄ってくか、ちょっとだけ見てくか、原車あったらちょっとまたいで見るみたいな。だろうな、買ったら買っちゃうんじゃねえの。買ったら買っちゃうんじゃねえの。行きますか。はい、はい、でも一応ブラック、うん、いや、いい色ですよあれね。うん、いい色、うん、俺あの本当に真っ黒かなと思ったら、あのないね、あの、うんうん、グレーが入ってるのがいい、あれが、うんうん、ええ感じだよね。ええ感じ。どうしようともつけて最初から。いや、どうしますか、これまっすぐ行きますか。まっすぐ行こうか。はい。いや皆さんご報告がありますって感じだよね。もう、うん、だから、うん、結局俺は苦節1年なんだってば、うん、そうだね、ずっと言い続けて、うん、分かってますよ、うん、衝動買いじゃないっていうのは分かってますよ。いや、今日は衝動買いだ。というよりも、何も在庫ないだよ。うん、そうだよね。調べてもらって、あと8台、関東に。いや、そうなんですよ。今、俺もこれだってそうじゃん。結局、うん、在庫が今ありますよって言われたら、うん、そりゃだってもうその場で判断するしかないからね。うん、買うか買わないかってなっちゃうから。しょうがないじゃん。しょうがない、しょうがない、しょうがない。俺のせいじゃねえよって言いたいよね。何買われたんですか。何だったんですか。私一体何を買ったんでしたっけ。一体全体、私は今何をしたんですか。なんか買いましたね、今ね。なんか名前書いた。書いたね、うん、住所と名前書いた。あとで住民票送ると。うん、うん、いやでも楽しみですね。うん、だから在庫あるからすぐ来んじゃん、2週間。よかったね、夏のロング間に合ったよ。5月の連休とか、5月のロング、夏のロング、秋のロング、いきますよ。ロングに。いやー、そんなわけで今日はですね、ツーリング終わりに大変なことになってしまいまして、はい、買ってしまいました。NC750X DCT リアルトランスミッション。いやー、買ってしまいましたね。買っちゃいました。今日はね、うん、でこれであと浦和行ったり、いろいろ行こうと思ったんだけど、もう在庫がありませんでした、どこにも。ちなみに埼玉県にあの1台だけあったの。
あとね、横浜の朝日。あ、横浜か。あの一覧でバーッと見たら80台以下だったね。あと共有されてる在庫はこんだけですって。ああ、なるほど。だってそんなニュースどこにも出てなかったの。出てたのかね。だから今日行かなかった、来月あたりって言ってたらもう DCT ないよ。ないね、うん、在庫ゼロだね。で、あの高いやつ買わなきゃいけないの。いやー、びっくりだね。ほんとびっくり。俺だってお前に負けてないよ、衝動買いは。っていうわけでした。はい、それではまた納車動画をお楽しみに。人目って感じでしょ。そう、うん、そうだね、うん、そうだね、うん、一回りちっちゃい感じ、またいだ感じは、なんせ軽いからね。びっくりだね。あの軽さはすごいですね、あの低重心っていうのは。